と大バカが全国を救う全国武将2伊勢伊勢代理の勝実況プレイ、私実況者のキョンと申します。じゃあね、今回もやっていきたいと思います。まあクズどもには負けんよ相変わらずだな。前回はこちら関ヶ原の戦いをクリアして、まあエンディングを迎えたわけなんですが、今回は外伝の江戸の陣をやっていきたいと思います。関ヶ原の決戦に石田三成は勝利、徳川家康は江戸へと敗走した。三成は秀吉の遺志秀頼を擁し、自ら軍を率いて東進、江戸の家康に決戦を挑んだ。さらに親友直江兼続、真田幸村も三成と共に義の天下を示さんと江戸に参集しつつあった。一方家康は奥州の伊達政宗と結び、また三成の傲慢な人となりにつけ込んで、この劣勢を挽回戦としていた。俺の心の中の大事なものが時代と戦いと告げている。外伝江戸の陣、全ては義かもしれん。じゃあね、まあやっていくわけなんですが、まあ今回の舞台は江戸城ですね。こちらは、まあまあまあ報奨付きの方がいいかな。じゃあね、ここで始めていきたいと思います。まあ武将はこんな感じですかね。まあオールスターかな。さすが敵はなかなか豊富ですね。まあ始めていきたいと思います。関ヶ原で勝利したとはいえ、未だ世は収まらぬ。家康を倒し、義の世を築くのだ。甘いな、三つ。わしに何の世話もないと思う。あいつ一つで戦場取り合うの番は一人かい。押して参る。朝も、どちも何か全員に秩序してやる。では誰を支援にしようか。よし、北門を開き、浮き谷鉄砲を打ちかけよう。では、バカにしようって。それは何だ。キレイヤ、決起に流行るよ。もう終わりか。弱い敵将だ。さすがだ。さすがだな。関ヶ原での裏切りは何とか許してもらったか。バタガヨ。じゃあ助けに行きましょう。やってますね。いざ尋常に勝負。いた。片倉しげだって片倉しげだったし、まあ、こちらがこいつの名乗ってるんですね。名前なんですけど、幼少は優れた戦士でもあるのだな。あのある武士とお見受けいたせ。行きたいこいつか。いや、こんなとこで出会うと思わなかったんですけどね。もう終わりか。弱い敵将扱いだ。見事だ。どこだろうか。
戦国に終わりを告げてやる。いつなり待たせた。来た。ギニよって我ら三成殿に助太刀致す。来た。ギタリオ来た。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。なんか一人屋の旅のシナリオって感じだね。押して参る。 もう終わりか。弱い敵将だ。両将は優れた戦士でもあるのだな。もう終わりか。弱い敵将だ。お見事です。 裏切りといえばこいつなんですけどね。援軍感謝いたす。
りか。弱い敵将だ。幼少は優れた戦士でもあるのだな。もう終わりか。弱い敵将だった。さすがだな。江戸城へ進軍を開始する。今こそ家康を討ち、天下に義を示す時ぞ。進め。この程度で誇れる奴らの気が知れぬな。ああ、相変わらずですね、この人ね。じゃあ、通電所から通しましょうか。あとは詰め所を潰して外の敵を潰すだけですね。まず外を固めちゃいましょう。嫌がるか。だいたい片付いたかな、これで。片付きましたね。石側片付いたかな。で、本陣へ保護せねば。城内の敵を掃討し、天守への門を開くのだ。というわけで仕掛けつけますね。じゃあね、一旦ここで